女装ドラッグアイドルロビンソワのソワソワラジオ。この放送はエンジョイ沖縄ダブルギアの提供でお送りいたします。はい、第6回ロビンソワのソワソワラジオ、イエーイ。はーい、今日は5月10日日曜日、時刻は夜9時を回りました。はい、9時日曜日、ラストのゴールデンタイム、ラストのラスボスですね。ラスボス来ましたね。はい、はい、エロブリーさんとインスタ映えのドミソーと、はい、ミラクルテクニシャン宮城フェスバルです。皆さんこんばんは、来てくれました。はい、ということでね、うん、お仕事は、お仕事一緒だもんね。うん、お仕事外の人ってそんなにいないか、そんなにいないかもしれない、ないかもしれない、ね。うん、まあ、でも車ちょいちょい通ってるから、うん、ラジオ聞いてくれてる人は結構いると思うので、そうですね、びっくりしないで、安全運転でお家に帰ってくださいね。はい、そうですね、はい、うん、ではこの番組では皆さんからのメッセージを募集しております、うん、番組への感想でも質問でも何でも OK。 メールアドレスは761@fmkoza.jp761@fmkoza.jp です。また、ツイキャスでのライブ配信や番組終了後の YouTube がアップしているので、ぜひチェックしてみてくださいね。はい。はい、ということで、この番組はどんな番組かって言ったら、はい、性的少数派の LGBTQ の世界と、はい、私たちの周辺に咲く身近な話題を時に楽しく、時に真面目に、そうそう語る情報番組となっております。なんかね、ちょっと雑音が聞こえてるかもしれないんですけど、実はゲストさんがね、LINE電話で今ちょっと待機していただいているので、はい、それでね、うん、そわそわざわざわと、そわ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 いますけども、はい、そしたらじゃあ前半に、まあ、1週間何があったかってところから始まって、とりあえず一旦は CM 行きますか。はい、そうですね。じゃあ一旦 CM をどうぞ。楽しいイベント企画してます。エンジョイ沖縄ダブルギア。お問い合わせは 989-7088 989-7088。 エンジョイ沖縄ダブルギア。はい、じゃあ CM 開けました。はい、おはようございます。おはようございます。はい、はい、この、まあね、1週間があっという間に過ぎたんですけど、うん、なんかあった1週間。なんかあった、うん、大きいことはないですけど、とりあえず自粛ムードでお家にずっといましたね。あ、そうだね、うん、私は、うん、なんかね、東京のダイバーシティ、はい、ダイバーシティってあって、うん、はい、そこのなんかプロジェクトがあったので、はい、もう一回喋っていい？まずはごめんね。はい、CM 開けました。ありがとうございます。ただいま。ただいま。おかえりなさい。おかえりなさい。はい、はい、皆さんちゃんと聞いてますかね。聞いてますか。チャンネル変えてないですよね。お願いしますよ。お願いします。せっかくね、喋ってるからね、うん、はい、ということでね、先週の日曜日まで喋ってあれから1週間だったんですけど、うん、はい、なんかありましたね、この1週間。この1週間は、そうですね、大きいことはなかったんですけど、まあ、自粛などでずっとこっちにいましたね。そうだよね、うん、私は、私さ、はい、東京、はい、東京のダイバーシティ、はい、ダイバーシティ、はい、ダイバーシティのなんかプロジェクトで、うん、トゥルーカラーフェスティバルっていうフェスティバル、フェスティバル、ね、フェスティバル、そういうプロジェクトがあって、はい、あなたが支援したい言葉を、うん、T
かないの、なんて言ったの、つかないの、なんて言ったの、いや、なんか、あなたは、はい、あなたは一人でも、一人じゃないよっていうのを送りました、はい、漢字で書いたら、はい、あなたは一人の一人は一に人、はい、書いて一人、うん、でも、一人じゃないよの一人は孤独の独、うん、あなたは他にいない、ただ一人の人で、うん、だけど周りに隠されて一人じゃないよっていうことを、うん、ちょっとね、まあ、今世の中いろんな、ね、子たちもいっぱいいるから、うん、そういうまあ悩み抱えないで、うん、周りにね相談して、うん、私たちでも、うん、相談全然受けるので、うん、勇気を持って、うん、出ておいでっていう意味でねちょっと言ってみました。はい、で、はい、応募しまして、はい、なんと、はい、なんと見事に落選、落選したー、落選したー、落選したー、そうだけど当選したノリだったんだね、今ね期待を裏切らないよ、裏切るやつ参加者として、はい、なんかこのテープ、はい、紙テープとかガムテープあるじゃん、はい、あれぐらいの太さの太さの太さで、はい、なんか、はい、トゥルーカラーズフェスティバルフェスティバルロゴが入ってるやつと、はい、マスキングテープ、はい、なんかよくあれじゃない、ガーゼとか、はい、なんかくっつけるみたいな、うんうんうん、布の紙みたいなテープ、あー、はいはいはい、それと、はい、で、あと缶バッジ、はい、とステッカーと、うん、クリアファイル、おいただきました。かわいいですね、全部かわいい、早速クリアファイル使ってます。はい、大満足さん、ありがとうございます。ありがとうございます。でね、まあ、こういうふうに撮ってるから見てくれてますかね。ね、見てくれてますかね。動画を YouTube にアップするときに、じゃあ、しっかりつければそうですね、見てくださるかしら。うん、きっと見てくださるはず。それをちょっと期待して期待と思います。はい、はい、っていう、まあまあ、このさ、プレゼントが来たときに、うん、ちょうど私、今、在宅ワーク、あー、はいはい、在宅ワーク中なんだけど、はい、電話業務なんだけどさ、はい、ちょうど他のスタッフと、まあ、お客さんが話してるのを、はい、ちょっと聞いとこうっていうタイミングだったので、はい、ちょうどその時にお電話をミュートにしたんだけど、はい、タイミングよく悪く、はい、ピンポンするもんだから、何と思ってさ、私の部屋が、玄関にすごい一番近いところにあって、うんうん、まあ、窓開けたらこんにちはって言ってるわけ、はい、だからもう、何あとヘッドセット、インカム、あ、はいはい、インカムマイクか、うん、で、なんか、開けて、何ですか、あ、いや、何ですか、一人で何ですか、グルメもやっとさ、ゲームを聞いてるで、あ、すいません、こう出てもらえますか、うん、で、そのタイミングでおいただきました。はい、すごいタイミングですね。びっくりした。多分狙ってたんだけどさ。かな。うん。お客さんと喋ってる時だったらね、どうしようって思って。うん。はい、そんな1週間の時期だったら、一つの報告でした。はい。はい、で、まあ、毎週話してるんだけども、はい、世界中、ね、広まってるコロナウイルスなんですが、うん、ここ最近の沖縄、すごいですね、頑張ってるというね、新規感染者ゼロが続いてて、うんうんうん、もう1週間経ったよね。出ましたね。出ましたね。出ました。すごいと思う。今ね、意識して頑張ってくれてるんだと思う、うん、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。そしてまたその治療に当たってくださっている、うん、医療従事者の方々も、うんうん、一番恐怖を感じてる、まあ、本人も治療してるか、うん、本人もそうなんだけども、うんうんうん、医療従事者の方々が次の、うん、その次にまた恐怖をすごい感じる立場の方だと思いますので、うんうん、本当にその休憩もせずに、うん、動いてくださって
来週いっぱいぐらいかな、うん、まあ、感染者ゼロ1人も出なかったら、うん、まあ、その後ちょっとなんか安心してもいいのかなと感じたんだけど、1人でもちょっと出ちゃったら、うん、またカウントをリセットして、うん、それからまた1週間数えなきゃっていう感じで、うん、ストイックに、うん、考えてるけど、どんどんかそんな感じ、うん、うん、そんな感じで、ね、うん、続けまで、ね、うん、必ず、ね、打っていくし、ゼロになる日が来るんじゃないかなって、うん、そうそう、なんか、うん、そう、まあ、この先どうなんだろうっていう、うん、不安はあるけども、うん、もうなんか何かしら自分の中でちょっと基準っていうか目標っていうか、うんうん、なんか設定しておけば、うん、なんかそれに向けて頑張れるじゃん、うんうん、ということで、私だけどそういうふうに思ってやってますけれども、うん、ということでさ、ちょっとここで、はい、いきなりですけれども、はい、ゲストさんにもちょっとこの話題触れてもらいましょうかね。はい、ね、お願いします。ということで、今 LINE 電話がつながっております。今日のゲストさんは、はい、LGBTQ の中でのトランスエクスジェンダーということで、まーちゃんがまーちゃん、はいはい、はいはい、お待たせー。いえ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 、待った、そんなに、そんなにあなたの中の時の流れはすごい言ってたのね羨ましいわ。ね、ペイヤーの方が便利になっていただけたらなという
私が私がこう跳ねたわけですが、私が歩く子を仮定してからあんた歩くは口でいかない。そうしましょうね。あ、
そうよ、ね、僕は元気職だからね。Yeah.
わかりました。それがあったら教えてくださいね。そうね、はい、そうするわ。じゃあということでさ、はい、まっちゃんも今日たくさん、はい、お話ししていただいたんですけど、はい、何かこうまっちゃんまっちゃんからまっちゃんがこう普段やってる活動、ちょっとお話変わるけど、活動とか、あとなんかこう、はい、告知とか、お知らせとか、何かあったらあります？はい、わかりました。私は、今、もうね、お酒に行ったのは、なんかみたいに、もう自粛になってて、あれしてたんですけど、もうね、私もなかなか外に出られない機会が、まあ、あるんですけど、普段ですと、あの、学校とか、ね、あの、はい、せーの。
おばあちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。見せてみた。はい、じゃあね。はい、はい、はい、すごい。あー、まあちゃん面白いね。面白すぎる。ね、ネタばっかり。歩くネタだもん。歩くネタ、ほんとすごいですね。まあちゃんさんも黙って歩くだけでネタ。おなんかもういろんな情報が飛び交いすぎて、なんかもずくがついてるような感じが、なんかいろいろ情報入ってきて、もうよく今ちょっと整理してる途中です。あ、本当？いろいろ言ってくるからネタを。そこから大丈夫？大丈夫。そう、すごい面白かったです、ね。今度またね、会う機会があると思うから。そうですね、その時はゆっくり。ずっと笑ってるんですよね。そうそうそう、腹筋が鍛えられそうな感じ。そうそうそう、って実際に会った時もね、うん、しっかり正面から見て、はい、顔の三分の二が口に伸ばしていただいて、はい、楽しくね、はい、じゃあもずくでしたっけ、懐いてるんで、もうそこから2時から、2時から朝から、朝から、はい、検査ピンね、はい、検査ピン、はい、歩く何でしたっけ、歩く、ワクチン。歩くワクチン。歩くワクチンね。情報多いんだよ、本当に。後で整理しましょうね。そうね。うん、この番組、まあ、YouTube でもね、アップしてるから、うんうん、何回でも再生して、はい、何回も頑張って聞き取ってください、ね。はい、して、はい。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、そろそろまた、うん、楽曲の紹介でもいきましょうか。あ、はい。曲の紹介いきましょうか。はい。じゃあ、前回に引き続き勝手にコーナー的な。ヤギフェスティバルのこの曲聴いて、バルバルフェスティバル。まあ、勝手に曲選んで流しますよっていう。勝手にフェスティバルでやりますよっていうコーナーなんですけど、はい、今日はシンプルに母の日フェスティバルです。そうね。もうでしょ。What's up today, first of all? そうです。その通り。で、まあ、今週選んだ、曲が、はい、谷西五十八のあんま。あんま。あんまよくわかんない。はい。そのまま。そのまま。うん。まさになんかもう、まあ、私もね、うん、不動感で、ちょっと、おすすめだなって思って、まあ、ゲストに言ったんだけど、うん、ね、うん、まあ、いろんなとこ歌ってるくれるし、最初おばあさんか、申し訳ないですけど、おばあち、おばあさん、まあ、いろんな体験談をもとにね、多分使って、前なんかテレビでもドキュメンタリー流れたんですけど、うん、そんな感じで、うん、ありがとうございます。聞いていただければなと思います。はい、はい、だというわけで、何しようか、まあまあ聞いてください。どうぞ。はい、はい、かりゆしごばちのあんま。あんま、いい曲でしたね。いい曲だったね。うん、やっぱりいつ聴いてもなんかちょっとジーンとくるような、うんうん、この、なんだろう、景色がこう浮かぶ感じ、うん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 、実感しました、うん、はい、しました。はい、はい、というわけでまた後半もちょっとね、母の日に関するお話いきたいなと思うんですけど、はい、実はね、毎回恒例の、うん、私、ツイッターでのアンケート、はい、ちょっと実施してみました。はい、ですね、2つお母さんに関するやつやってみたんだけど、うんうんうん、まず一つ目、はい、お題が5月10日は母の日だけど、プレゼントやサプライズってみんなは考えてるのかな、うん、っていうやつですね。うん、これで79票もらったんですけど、はい、ですね、第選択肢4つ、はい、第4位が、旅行やどっか施設に行く、うん、1%。 今はね、ね、仕方がないよね。仕方がない ね、 ね、うん、しょうがない。きっとこの行く先っていうのもね、うん、なんだろう、きっとコロナ対策がすごいされてる
ところの中なんですけどね、うんうんまあ、みんなどこのねあの施設もお店も気使ってね、うん、もうアルコール収集常にやってると思うから、うん、ただねまあ気をつけてね、うん、帰ってください、はい、お願いします。で、第3位が、はいまあ、お手紙や家事のサポート お,、まあ、お家の中で過ごす的な家事が 4% おいました。うん、で意外にも、はい、第2位か2位第2位が、はい、カーネーションや花束のみお、まあ、定番よね定番、うんうんうん、でこれが1位に来るのかなと思ったの。おでその次のこの1位、はい、意外にも、はい、特に何も考えてない51% 半分の人がじゃあ何も考えてない感じ。ああ今んとこ考えてない。そうね、まあ日常家族みんなしあの健康だったら、うんうんうんまあ、幸せな感じ で終わらせちゃう感じかよかったねっつってね、まあまあまあ、健康でよかったねって。まあでもね、そういう時に家族団らんっていうか、お母さんとお家の中でもご飯食べて、ねうん、一緒に過ごしてあげるっていうのも、うんうんうんまあ、お母さん高校かなって思うのでね、多分そんな感じでしょう、きっと、ね。うんうんうん、ね。でしょうね。そう、別にこう、特別何かをプレゼントしなくても、うん、ただのお母さんと、うんまあ、普段忙しくてなかなかね、お家の中でも会えないなっていう人でも、うんうん、時間を作って、うん一緒にその時間を共有するっていうことだけでも、うんうんまあ、お母さんとしてはね、うん、すごい嬉しいことなんだと思うので、うんうんうん、ぜひお母さんごっこをしてあげてください。はい、ちなみに、はい、フェス君は、はい、お母さんに何か、はい、あげたやったあげた第2位です。俺はあ、うん、カーネーションお花をしかもネットで買って、うんうん、当日に届くような指定で買ってやりました。え？産直？産直？産直で産直かな、うんまあ、新鮮なんですよね。そうそうそう。あそれで、うんうん、それでさ、その、うん、カーネーション、はい、カーネーションについてなんだけど、はい、今ほらカーネーションっていろんな色があるの知ってる？あなんか見たことがネットで。ね、定番のピンク、うん、赤以外にも、うんうんうん、オレンジ、紫、うん、白、黄色ってあるらしいんだけど、これね、はいまあ、普通にお母さんにあげていいものと、あんまあげちゃいけない、おすすめしないものも。あ、なんか花言葉的な。そうそうそう、そうってのがあったりして、はいはいはいまあ、定番の赤だと、はいまあ、母の愛とか、はい、愛を信じる、はい、純烈な愛。うんあ熱烈な愛か、うん、っていう感じで、まあ、お母さんにぴったりな感じなんですけど、はい、あとはピンクも感謝とか上品、気品、温かい心、はい、美しい仕草、うん、だっていうふうな言葉があるのね、うん、でオレンジは純粋な愛とか熱愛、うん、清らかなこれは膜上ん感じ、うん、やばい勉強しなす、はいまあ、これもね、はい、純粋な愛とかってあって、うんうんうん、お母さんにぴったりな、はい、あと紫、はい、紫はね、ほっこりとか気品、うーんエレガントなイメージ。私も、はいはい、私もね、虹色知らずの中では、はい、イメージカラー紫なんですね。あ今日も紫のつけてますよね。え、自分の方からパスタだから母の日になったら、はい、まあ、私ごと、はい、プレゼントしてもいいのかなって思います。はい。私ごと。私ごと。私ごと。はい。じゃあもう歩くカーネーションでいいかな。ああ。オッケー、じゃあそうしよう。はい、そうしましょう。はい。で、あまり良くないのが白と黄色。白は、はい、やっぱこの、お母さんが亡くなったとか、うんうんうん、っていう場合に、はい、差し上げる感じがいいのかな。おー。亡き母を偲ぶとかって花言葉あるね。はい、そうで、あとは黄色はね、はい、軽蔑とか嫉妬お明るい色なのでさ、おそういった花言葉があるから、
ちょっと、ね、お花選ぶ際には、うん、気をつけて、まあ、普段お母さん黄色が好きだわって言ってるからね、うんうんうん、お花も黄色選んじゃうかもしれないけど、まあ、気をつけて、はい、嫉妬になっちゃうんですね。やだ、誰に嫉妬してるお母さん、お母さん、お母さん嫉妬ってダメよそうね、そんな感じで、うん、お花も、ね、選んであげるといいのかなって思います。うん、そして、はい、あと一つツイッターアンケートしてみたんだけど、はい、あとはね、LGBTQ の人に対する質問で、うん、お題が、お母さんにカミングアウトしてますかっていう内容なんですけど、はい、これも4択あって、はい、第4位が、あの、してるっていう方、7%。してるんだけど、はい、自分がそうだよっていう話だけ、セクシャリティだけ、あ、っていう話だけ。はいはいはい、で第3位が、はい、してる、うん、内容としては、あの、自分の彼氏の紹介だとか、うん、あの、生涯もう付き合ってパートナーがいるよっていうところまで、うんうんうん、おカミングアウトしてるよっていう、うん、が意外にも 10% いました。うん、で2位が、まあ、特に考えてない 37%、うん、まあ、自然の成り行きに任せる、時の流れに、時の流れに身を任せるのかな古いけど、うん、きっとそうでしょうね、そんな感じ、うんうんうん、で第1位が、うん、いや、絶対しない、隠し通すっていう方々 45% いらっしゃいましたじゃあ半分ぐらいの方が隠し通すというか言わないっていう人が多いってことです、ね、ちなみに総数は、投票総数どれぐらいだったんですか？でも174票。おお、多い。結構多いですね。結構いただきました。ありがとうございます。はい。はい、うん。綺麗な内容になっておりました。うん。すごいですね。うん。まあ、気軽にね、カミングアウトをしていける、ま、日本になっていければいいなって思って、うんうん、まあ、私たちの活動もあるので、うんうんうん、ぜひね、あの、本当に心の底からオープンな気持ちで、うん、母の日を過ごせる日が来たらいいなって思います、うん、いいですねまあ後半の締めはこんな感じでいいかしら、はいということで、あの、また一旦 CM 行きましょうか。はい、行きましょう。 CM をどうぞ。どうぞ。楽しいイベント企画してます。エンジョイ沖縄ダブルギア。お問い合わせは 989-7088 989-7088。 エンジョイ沖縄ダブルギア。はい、じゃあ CM 開けました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ CM 開けました。ただいま。ただいま。皆さん最後まで聞いてくださってるかな。かな。それを信じて、最後の締めに行きたいと思います。うん、じゃあ、あの、この番組では、まあ、さっきね、うん、まあ、ちゃんに電話出演していただいたんですけど、うんうん、今後もね、まあ、しばらくちょっとコロナの影響があるので、はい、ゲストさんを、まあ、電話で、はい、お招きしていきたいなと思っております。うん、で、まあ、来週のゲストさんはまだちょっと未定なので、はい、あの、お楽しみっていうことで、うん、ね、よろしくお願いします。はい、お願いします。あとは、あの、この番組では、パーカーベニュー、あの、沖縄市のパーカーベニューというところの、まあ、スタジオから、まあ、放送してるんですけども、うん、まあ、今後ね、その周辺だとか沖縄市、はい、まあ、沖縄市だけじゃなくても、うん、その周辺の地域のお店、うんうん、おすすめのところがあれば、あの、どんどん紹介していきたいなということも考えているので、うんうんうん、あの、その店舗さんも募集していきたいと思います。はい、あの、ぜひ出たいなっていうお店があれば、うん、FM コサまでメールか、またの私の SNS、Twitter、Facebook、Instagram、はい、YouTube でも
コメント募集しておりますので、ぜひ、ね、連絡ください。はい、お願いします。お願いします、うん、こっちからもね、スカウト、うん、一緒に行きましょうか。行きましょう。スカウトマンとして行きますので、はい、かけ越しっていうことね。はい、あと、あの虹色チラーズ、私が所属している、うん、ユニット、うん、女装アイドルユニットなんですけど、うん、虹色チラーズからも、まあ、メンバーを随時募集しております、うん、はい、まあ、あの大所帯の、まあ、モーニング娘。とか、うん、AKB とか、うん、ちょっと狙って、はい、行きたいな、そんな感じなんだけど、うん、あのいろんな人材がいたら楽しいからね、はい、いろんな女装をご提供できたらと思って、うん、随時募集しておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。じゃあ、ということで、うん、最後ね、次回は5月の17日、はい、日曜日なんですけど、うん、テーマはそうね、何にします？せっかく、はい、LGBTQ の番組だから、うん、まあ、この辺、沖縄市とか那覇のちょっとゲイバーについて、はい、お話ししていきたいなと思います。放送できる内容でお願いします。わかりました。はい、おけみ、はい、よろしくお願いします。どんな内容になるかはね、次回、うん、あのご視聴よろしくお願いしますよ。はい、お願いします。はい、うん、それではこの番組は、うん、エンジョイ沖縄ダブルギアの提供と、お相手はロビンソワと、はい、宮城フェスティバルでお送りいたしました。お送りいたしました。それではまた来週、そわそわラジオまでそわそわしながら待っててね。じゃあね、ご視聴ありがとうございました。 See you next week. バイバーイ。